はい、どうもラマックスです。今回ですけども4月8日に行われる、世田谷記録会の 5000m に出場しますので、目標意気込みなど話していきたいと思います。よろしくお願いいたします。まず僕自身、こういう自分の記録を狙って走る記録会っていうのは約5年ぶりで、まあ、普段 MK ディスタンスとかで、ペーサーをしているんですけど、 5000m のペーサーとかをしているんですけども、個人の記録会として、記録を狙いに行くレースっていうのは5年ぶりということで、かなり、僕の中で不安と、期待というかワクワクしてる気持ちが、まあ、入り乱れてるという状況なんですけども、そもそもその5年ぶりっていうこともあるんですけど、今回レースで使うシューズが、今回このナイキのビクトリーを使って走ろうと思います。で、スパイクを履くこと自体が僕は確か、まあ記憶がかなり曖昧になってしまうんですけども、20年以上ぶりということで、現役の時大学1年生の春先に、その当時アシックスの、スパイクを履いて走ったという記憶があるんですけども、それ以降はあまり僕はスパイクが合わないという感覚があったので、マラソンシューズで、トラックレースも出ていました。で、結果もそれは出ていたんで、まあ別にスパイクじゃなくてもいいなと思ったので、それ以降も全然スパイクを履くことなく、今に至ってるんですけども、今回はせっかく、トラックに出るので、こちらのビクトリーで、走りたいと思います。で、もう一つ持っているこちらのアシックスのピンレススパイクがあるんですけども、今回はこちらをビクトリーにしました。まあその理由としては、まあ二つあって、走ってる感覚っていうのは僕はこちらのアシックスの方が好きで、本当マラソンシューズの延長という形で走れるので、感覚的にはすごいいいんですけども、トラックの状況によってはこれ結構滑るよねっていうところがあって、普段僕は代々木公園の、代々木にある、小田フィールドで、練習をしているんですけども、小田フィールド、ついこの間まで改修、まあ、1年ぐらいですかね、確か改修工事があって、1レーンに関しては結構新しい、タータンが敷かれていてふわふわして、そこを走る分にはこのピンレススパイク結構いい感覚で走れて、これで出ようかなとずっと思っていたんですけども、2レーン3レーンは改修工事があっても、まあ当時の昔のままで結構パンパンに硬い、で、なおかつピンが刺さらないような硬いような、タータントラックというところで、そこをこのピンレスで走ると、まあ、このピンレスのこのプラスチックの部分が全然刺さる感じがしなくて、ツルツル滑る感覚があるので、僕は結構走りにくいなーっていう感じでいつも2レーン3レーンを走っていました。なので今回はちょっとこう世田谷のトラックがどういう状況かわかんないですけど、多分ふわふわしたいいトラックなんでしょうけども、念のためこちらのピン、しっかりピン、まあスパイクのピンがあって刺さる、まあビクトリーにしようかなっていうのがまず1点と、もう1点は当日の天気が今のところ曇りもしくは雨という形で、同じく、まあ同じ理由になってしまうんですけども、雨の時これを履くと結構滑るっていうのがあったんで、まあそれを考えると、こちらのビクトリーで走った方が滑る感覚はないからいいんじゃないのかなということで、今回は、こちらのビクトリーで走りたいと思います。で、そもそも20年ぶりのスパイクなので、まあ、少し1ヶ月ぐらい前から、このビクトリーとか、アシックスのこのスパイクを履いて練習はしていますけども、めちゃくちゃ体に足に馴染んでるかって言ったらそういうわけでもないので、やっぱその辺はちょっと不安は残るんですけども、当時、昔のその20年前ぐらいに履いたスパイクに比べると、やっぱりスパイクの進化っていうのをすごい感じていて、走りにくい中でも、なんかいけるんじゃないかなっていう感覚もありつつなので、当時はもう本当練習で履いてても、こんなんで走れるのかなっていうぐらい、もうふくらはぎがパンパンになってしまったりとか、走りにくいなと、ゆっくり走ってるとつまずいて転びそうになったりするっていうのがあったので、そういうのがない分、かなり、僕の中では期待もありつつ不安もありつつという状況です。そんな、今回の世田谷、記録会5000メートルですけど、目標は15分ギリというところを目標にしたいと思います。まあその理由は、一緒に走ってるメンバー、普段一緒に練習をしてる仲間たちが最近記録会 5000m に出ていて、14分40秒前後ぐらいから、14分58秒ぐらいまでの間でみんな走っているので、まあ普段一緒に練習してる自分も大体それぐらいは走れるんじゃないのかなというところで、まずは、15分ギリを目標にして走りたいと思います。当日、まあどういう状況、まあレース展開っていうのもなかなか久々のトラックでのその展開っていうのはなかなか今まで経験してきてない部分があるので、ペーサーだとどうしても一定ペースでただ引っ張る
だけ、周りが前に出ようが後ろに下がろうがそれを関係なしにいてペース引っ張るってことで、そのレース展開っていうのを考える必要はないんですけども、ではやっぱ生きたレースってことで、その辺の経験値っていうのは明らかに不足している状況で、まあどれぐらい出せるかっていうのを僕自身も楽しみにして走りたいと思いますので、応援の方よろしくお願いいたします。そして結果の方を気にしていただければなと思います。以上、ランマックスチャンネルでした。ご視聴ありがとうございました。